すべての食事は美味しいですし、ですから、まあ、果物も美味しいですし、ね、白川青空この町は初めてですけれども、まあ、台中では何軒か行く店はありますけど、俺家乡基隆的庙口、啊，基隆的庙口，啊啊，有一间卤肉饭。乡内银牙汤的麻糬是要经过油炸。苦が売りっぽくなくて、最初飲んだ時はレモンっぽい感じで最後ちょっと苦が残るとか。三重其实三重好吃的东西很多。啊，很多吗？很多很多。気に入った店教えていただける。あんまり言っちゃうとね。我不会哭的。哭啊！本当に美味しいのかなとか。絶対カメラ目線じゃないですよ。台湾って素晴らしい国だと思ってもらえると思うんですよ。それはもう自信があります。日本から初めてもし台湾に来る人がいたら、それをものすごく来てよかったと思ってもらえると、これはもう自信持って言えます。台湾大口食べ歩き、変春にやってきている松が足を運んだのは畜産試験所の変春支部です。外観からも分かるように行政院の敷地のようです。観光客が行けるのかどうかよく分かりませんが、とにかく足を踏み入れました。畜産研究所、すごいね、もう壮大な、あのなんと風景が広がってるけど緑が多いね。ここは海があり緑がありって感じだよね。これ国の施設なんだね。畜産の、まあだから研究だから、いろんなものをこう飼ってる。ここではちょっと牛とかの姿はないけど、いるんだろうね。ここにも食べるところがあるみたい。中に小屋のような建物があります。なんかこうポツンとね、あの木の家が建ってるけど、これが牛乳ね。もう取れたてだろうね、当然ね。これが牧草茶、これはなんだ、あ、ゼリー、これでもいいね。小屋の中に牛乳や乳製品、牧草で作った食べ物が並べられていました。松はそこから牛乳と牧草ゼリーを取り出し、レジでヤンナイマントを注文しました。いや、牧場は本当に気持ちがいいね。風が本当ちょうどよくて、今日はたまたま天気も晴れたしね。でこれが牛乳で、ヤンナイ、羊のね、父のマント、それから牧草のゼリー、牧草茶もあるんだけど、ゼリーね。ちょっとこれからいこうか。マント。牛乳と羊のこう乳っていうのはどういう風な味の違いがあるんだろうね。これもほのかに甘くて、もう牛乳とあんまり変わらないような感じだけど、でもこのマントー自体がもうすごいしっとりしてて、で熱々でね、で生地が滑らかで、少しだけこうミルクの味がするから、あっさりしてシンプルですごい食べやすいしてね。とにかくマントー好きな松で、なんとかな、こうさらにこの環境で食べると、うん、なんかもっと美味しく感じるというかね、うん、当然この羊のね、乳っていうのはここで取れたものだろうから、うわー、これいいね、ふわふわですごくいい。
さまざまなマントウを台湾で食べてきた森ですが、ここにも美味しいマントウがありました。ふわふわでもちもちした食感が特徴的です。これはこれであのニャン内の味わいがすごく出てて、台湾どこ行ってもマントあるけど、やっぱそれぞれの店の特徴、そしてそれぞれのこう場所のね特徴、だから牧場は牧場ならではのね、ここはだから畜産の実験というか研究する場所やから、まあ、いろんなもの研究してるんだろうけど、そしてそういう施設の人の食事にもなってるんだろうしね。いいね、こういうシンプルだけどすごく特徴が出た食べ物って出会えると本当に台湾に来てよかったなという気持ちになるよね。この後も畜産試験所で食を満喫します。続いていただくのは牧草ゼリー。これが牧草のゼリー、牧草茶というのもね冷蔵庫に入ってたけど、ゼリーどういう感じなの、味の想像がつかない。牧草って草でしょ。今まで食べたことないような感じかな。少し甘みはあって、この甘みがなんか食べやすい甘みなんだよね。あの味例えるのはどうだ、黒砂糖のようでもあり、あの漢方の薬草のようでもあり、でも薬草ほどあの口に入りにくいってわけじゃなくて、すごいすんなり入っていく。ゼリーにはほんのりとした甘みがあります。口にすごい程よい甘さを残して、すごい爽やかな感じもするしね。牧草をゼリーにするという発想は日本では珍しいようです。あー、台湾にはあるのかな。日本で羊羹っていうのがあるんだけど、羊羹の味わいというのもすごい感じる。羊羹っていうのは小豆から作るんだろうけど、その羊羹と味を薄くしたような感じの、その品のいい甘さがあってね、うん、プルプルの食感を楽しみます。だからこういうふうにこう、ね、見た目がすごいこうシンプルな感じで、こう子供でも食べられますよっていう感じではあるんだけど、すごい上品でほんのり甘さが広がって、高級和菓子みたいな、そういう感じがあるね。次は牛乳。畜産試験所は牧場の機能もありますから、牛乳も新鮮そのもの。これが牛乳。おお、わあ、牛乳のこうなんだか、あの濃い感じがすごいふわっと広がってくるね。もう取れたて新鮮っていう感じの、その牛乳のうまみっていうのはすごい広がってくる。マントウも抜群ですが、ミルクも自然の風味がたっぷりです。うわあ、こういう瓶に入ってるけど、取れたての牛乳ってやっぱりこういう味なんだよなっていうことをこう思い出させるっていうかね、思い起こさせるっていうか、そういう感じの味わいがあるね。この牛乳だったらもうどんな料理使っても美味しいだろうし、こうやってもうそのままね飲むのもいいだろうしね。うわ、これはもう健康にもいいし、そしてまあやっぱ牧場に来た甲斐があったなっていう感じだね。自然の味を堪能した後、まずは畜産試験所の敷地内を歩きます。おー、牛がね、結構ここは間近に見られるよね。全部静かやね。鳴き声は言わないんだね、もうとかね。ずっと見てる。あのインドに行った時にバッファロー、あの猛牛、水牛かな、バッファローは猛牛、あれがねずっとこう道に横たわってたけど、そういう感じがあるね。悠然とこう座ってる感じ。広大な敷地には牛がいました。
のんびりとした牛の姿は見ているだけで心が穏やかになります。松はかつて旅したインドの風景を思い出しました。これは乳牛じゃないのかな。もうずっと動かなくて口だけ尻尾だけが動いてるっていう感じ。なんか動物のこう息遣いっていうかな、そういうのがこうジーンと伝わってくる感じがあるね。うわいやしかし牛もなんとかな、牛の表情見てるとなんかいちいち物事に一喜一憂してるこっちがどうなんだろうと思うね。悠然と泰然としてるというか、こう少々のことはね動じないよっていう、そういうこうどっしりとした感じがあるね。もう自分なんかふわふわしてね、もう一つのことでこう驚いたりとか、例えばホテルの部屋にクモが一匹いるだけでもう大騒ぎしたりとかね、なんかそういう自分がすごい小さく思えるという爽快な自然の風を感じた松、さらに台湾南部を食べ歩きます。